にちは。東洋高校農業科です。今日はジャガイモの土寄せをしていこうと思います。え、土寄せ？え、土寄せ？カルミのポテトチップスということで、今日は生食して35日経ったジャガイモに土寄せをしていこうと思います。イエーイ。とはジャガイモの株元に土を寄せることを言います。土寄せをすることで水分や養分の吸収率が高くなり、生育が良くなります。またジャガイモが土から出て緑化することを防ぐことにもなります。それでは土寄せを始めていきます。えいえい、おお。土かけてくださいね。私が出てます。もっともっともっとかけて、頑張れ頑張れ、ポテトに頑張って。